ラジャハオボシゴンタンチンシャン。こんにちは、工藤静香です。皆様お久しぶりです。今年のですね、9月2日に、台湾で私のコンサートツアーをまた30年ぶりに開催することになりました。そしてチケットは7月8日から発売ですので、ぜひ、皆さんご覧になってほしいなと思います。台湾にはですね、30年ぶりに行くんですけれども、その時のあのライズミーというコンサートだったんですが、その時のコンサートの、印象とか、その時のドームになっていて、その中でピアノを弾いてめちゃくちゃに泣いてしまいたいとか歌ったり、いろんな記憶がいっぱいあります。そしてその時は、その当時あのダブルキーボードでピアノが2人いました。でその時の同じあのサバチカさんと渡辺くんいたんですけれども、今回は台北に渡辺さんを連れて、行きたいと思いますので、なんかピアノと私と30年ぶりに伺う感じで、すごく楽しみにしています。ぜひ皆さん足を運んでください。ヘンチーダイジェンダオダージャ、皆さんお待ちしてます。